井上聡君。日本共産党の井上聡です。今日は3人の参考人、貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。まず原参考人にお聞きをいたします。伊原参考人の陳述の中で、有識者会議に報告された企業の声が紹介をされました。相手国の国防調達や関係ビジネスへの参入のためにこのセキュリティクリアランスが必要だという声でありますが、資料で配られた経団連の3月19日の法案の早期成立を求める提言の冒頭でもですね、軍事転用可能な民生技術の獲得技術の激化や、企業の国際共同研究開発等に参加する機会を拡大することに資するということで、早期成立を求めていらっしゃるわけですね。そこでお聞きしますけれども、経団連として、このセキュリティクリアランスが必要とされる国際的な共同研究、共同開発というの中には、軍事産業への参入ということも想定をされているということでよろしいでしょうか。原参考人。私どもは特にどの分野においてという限定を置いておりません。でまた企業から一定のヒアリングを行っておりますけれども、また有識者会議でもそういうヒアリングをやっていただきましたが、その中においてその個別具体的なですね、こういう共同研究において今まで支障があったということでつまびらかにされてはおりませんので、我々としてはこの分野でという限定は特に置いておりませんので、そういう意味では今先生がご指摘の点も含まれうるというふうに思います。井上聡君。そうしますと確認ですが、この有識者会議で報告をされた、例えば相手国の国商関係のビジネスは増加傾向であって、さらなる業務獲得円滑化のためにはクリアランスが必要だと、こういうような企業の声というのは法案で生かされていると、こういう認識でよろしいでしょうか。原参考人。はい、そのように考えております。法案のこの名称ですね、中に活用ということが書いてあるのと、目的の条項にもですね、活用ということが書かれておりますので、それを念頭に置いた法律案だというふうに思っております。井上聡君。続いて井原参考人にお聞きいたしますが、今のこの今法案と軍需産業との関係ですが、政府はですね、本法案は軍事分野を念頭に置いたものではなく、武器輸出を進めるものではないと繰り返し答弁をしてきました。参考人はですね、先日の日米の首脳の共同声明にも陳述で触れられましたけれども、参考資料として事前に配布をされた雑誌経済の昨年の論文ではですね、2011年の2プラス2以来、このアメリカがこのセキュリティクリアランス制度を求められてきて、ずっとこの導入の圧力があったということを詳しく述べられておりますけれども、そこのこう流れとポイントをですね、ご説明いただけるでしょうか。井原参考人。ありがとうございます。日本の政府あるいはそのメディアもですね、どちらかっていうとやっぱりリピュテーションリスクっていうのが気になって、軍事っていうのをなかなか表に出さない、そういう流れの中で、でも現実にはこれ特別重要技術っていうふうな日本が指定しているようなこれ20項目あるんですよね。でその20項目は今触れられたようにアメリカの国家戦略の中の2020なんですが、これ毎年出てきます。でもあんまり変わらないんです。何を軍事技術として国家戦略としてこれ取り組んでいくか、もちろん経済戦略も含まれるわけですけれども、内容的には軍事研究が基本になるようなそういう配置になっているんですね。私はその意味で、かなりこの日米共同研究開発っていうのは非常に明確な形で、軍事研究に日本の研究力を取り込もうと、もうここは非常にはっきりしてるわけで、その意味でただで持ってかれちゃう危険な、アメリカの場合には持ってかれちゃっていいんですかという話にもなるわけで、
我々はかなりそこのところは注意しないといけないなと思うんです。以上です。井上聡君、ありがとうございます。そこで特定秘密保護法との関係なんですが、引き続き原参考にお聞きしますが、今回政府は特定秘密保護法の運用基準を改定して、本法案とのシームレスな運用を行うとしまして、重要経済安保情報にして秘密指定されたもののうち、この情報の機微度が上がった場合は特定秘密保護法の指定に移行していく場合があると、こういう答弁がされているわけですが、事実上とこう特定秘密の範囲をですね、法改正をせずにこう拡大をしようとするやり方だと思うんですけれども、こういうやり方についてのご見解をお願いしたいと思います。井原参考人。特定秘密保護法の時にかなりこの問題議論されて、その経済まで取り込まない形で決めたんですよね、4つの項目を。にもかかわらず今回コンフィデンシャルと言いながら、大事なものはシームレスで特秘法と一緒に運用しよう、だから外国から見たら全然問題なんですよ、コンフィデンシャルでいいんですね、だって重要な時は特秘法が入ってますから。でそういう意味ではあんまり外国は心配しないでこれ見てるだろうと。でアメリカなんかも喜んでますね。だから その意味で私は何て言いますかね、特秘法の中に経済分野を潜り込ませようと。で特に入りやすいのは軍事のところで、大抵のものはそこに入っちゃうんですよね、読み替えると。だからそういう危険が実は隠されてるっていうふうに私は考えているんですね。以上です。井上聡君、ありがとうございます。続いて斉藤参考人にお聞きしますけど、今のとも関連をするんですが、特定秘密の範囲が法改正なしにこう拡大をしようということに加えてですね、本法案自身がどういう秘密が指定されるのかが非常に不明確で、今後運用基準とか政省令ということで指名されるといいますが、それ自身も極めて抽象的という場合もあるわけで、財政法定主義からこうしたことが問題だという繰り返し指摘されておりますが、具体的にどういう問題が起きていくというふうにお考えでしょうか。斉藤参考人。はい、ありがとうございます。秘密保護法について言いますと別表形式になってまして、かなり、どういうものが秘密になるのかというのははっきりしてましたけれども、今回は別表がない、3要件ということを言いますけれども、3要件といってもかなり抽象的ですので、非常に何が秘密になるのかというのがつかみづらいものになっていると思います。でもう一つ、これ先ほども言ったところですけど、非常に分かりにくいのが、秘密保護法と今回の法案で安全保障という言葉を使ってますけど、この安全保障という言葉の範囲は違うのに、そこがよく分かんないまま議論されているということだろうと思うんですね。秘密保護法について、言ってる安全保障というのは、内閣府の、ホームページの注釈にからすると、国民、国家と国民の安全が害される場合なんですけど、国民の安全に関して言うと国民の生命が害される場合に安全保障の問題になって、国民の生活が害される場合というのは安全保障の問題ではないんですよね、というふうに政府の方は注釈しているわけです。で今回の法案は政府の今までの説明を考えると、どう考えたって AI とか、半導体とか、生命には関わらないものも射程範囲に置いていると思うんですけど、そうするとそこでいう安全保障というのは、国民の安全ということに関して言うと、国民の生命だけじゃなくて国民生活、国民経済も射程に置いているんだろうと思うんですよね。でそうしますと安全保障の概念が全然とは言わないけども、かなり違うわけですよね。でかなり違うんだけど、そこの安全保障の秘密保護法は一応政府のホームページで意味を明らかにしてますけど、今回の法律での安全保障という意味が何なのかっていうのがあんまりちゃんと書いてない、ちゃんと書いてないままに、なんとなくこうそのまま進めようとしているので、ますます、どこまでの
情報を射程範囲として秘密として射程範囲に置いているのかというのが全くわからない状況になっているんだと思います。まあ、そういう意味では、財形法定主義の重要な機能というのは予測可能性、何をすれば処罰されるのかというのがわかるということですけど、その予測可能性が著しく弱い法律で非常に問題があるというふうに思っております。井上聡君、ありがとうございました。続いて斉藤参考人に適正評価の問題についてお聞きいたします。これは本人からの適正評価の対象になる本人からの調査票に基づいて、役所が公務所に照会をする場合があって、そこには警察や公安調査庁も含まれているという答弁がありました。ただ照会した内容も、招待会したかどうかも本人には基本的に知らされないということになっているんですね。で、一方警察はですね、治安維持のためとして、日常業務としてさまざまな情報を収集しますし、それを第三者提供するということも行われてきております。ですからその情報は廃棄をされないという場合もあるわけですね。適正評価のためにこの本人が知らないうちに警察などへの照会が行われて、で本人が知らないうちに情報収集がされて、いわば障害監視の対象もなりかねないというこの仕組みについてどのようにお考えでしょうか。斉藤参考人。はい、ありがとうございます。ですね、適正評価については目的外利用が禁止されているわけですけれども、でそこでいう目的というのは、経済安全保障の目的なんですよね。ということは適正評価の目的じゃないので、例えば警察がじゃあこの捜査はこいつを監視するのは経済安全保障に資するんでこの情報を使っちゃえっていうのは法律上は禁止されないということなんだろうと思うんですよね。そういう意味では非常にこう警察や公安調査庁が適正評価に関して得た情報を利用するタガが緩いと思います。本来であれば、適正評価以外に、適正評価の情報は使ってはいけない、例外はこれこれというふうにすべきなんだけれども、経済安全保障の目的以外に使ってはいけないというふうになってるんで、警察が結構、自由に使えるのではないかと。で捜査ですから、本当ちょっとした疑いがある場合でも、警察は捜査とか調査とかするわけですんでね、そういう意味では結構警察がいつまでも情報を持ってるとか、まだ捜査の必要性があるよと言っていつまでも情報を持ってるとか、いろんな人の監視に使うとか、悪用されるリスクというのは条文上も排除されてない、非常に危険性は高いというふうに思っています。井上聡君、ありがとうございました。井原参考人に研究学術研究との関係でお聞きしますが、学術分野での秘密保持のために、大学や研究機関が具体的個別的なガイドラインを、すでに作っているということがお話がありました。でそれに対してこのセキュリティクリアランス制度がこう手を突っ込むことによって、学術研究体制に、大いに撹乱をもたらすのではないかというご指摘があったんですけど、今あるその具体的ガイドラインとの関係でどういうことが起こるのか具体的にお願いします。井原参考人。ありがとうございます。実態としてほとんど示されてないので推測を言う以外ないんですが、例えば秘密保持契約っていう大学なんかで契約するときには非常にガイドラインなんかで定められていて、それに違反しないようにで契約するわけですけれども、それは今ここでいう秘密保持契約というのはセキュリティクリアランスを確保した人と政府との秘密保持契約で、その秘密保持契約にどういうことが盛り込まれるかということと大学で行っていることと整合が取れるんだろうかっていう、私はもう取れないというふうに踏んでるわけですけれどね、それは私の考えですけれども、非常にそういう意味で具体的対応が大学の中で混乱を起きるだろうというふうに思って、でそれは一つの大学だけじゃなくて大抵先端分野の技術者があちこちにいてリンク貼って研究してるわけですから、あるいはグループ作ってやってるわけですから、
他の大学でもそういう問題が起きてくるわけで、その意味で今ここでほとんどその内容について提起もされてないし、第一そういう研究者をどうやって選ぶのというピックアップどうやってしてるのということで言えば、これは多分あのシンクタンクみたいなところで目利きを探してきて、その人たちがこの研究面白いあの研究面白いよというのを、まあ、国際的なレベルで調査するんだろうと思うんですが、そういう中でもあの取り込まれている過程で、秘密保持契約みたいなことがあの効いてくるわけですから、それと、ここでいう秘密保持契約とはレベルがちょっと違っていれば整合的なあの対応ができなくなるので、非常な混乱があちこちで起きるんじゃないかというふうに私は見てるんですがね。以上です。井上聡君。